視界と目線っていうものを今回はちょっと分けて考えて、さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ本日もやってまいりました YouTube スノーボード大学の時間でございます。本日も青木玲です、どうぞよろしくお願いします。さあ今回のテーマはですね、こちらにちょっと書いてみました。カービングの視界っていうテーマで今回はお届けしたいと思います。ここ何回かずっとカービングターンのお話をさせていただいておりました。膝の使い方から上半身の使い方からその辺のカービングターンをするにあたり体をどうやって使っていくか、それの一つとして今日は視界、目線っていうふうに言ってもいいかもしれませんけれども、この視界と目線っていうものを今回はちょっと分けて考えて、この視界っていうものをちょっと優先してテクニックを考えてみませんかというお話になります。さあちょっと内容を進めていきますけれども、目線っていうふうに言われると、目線、目が見ている方向の線、目線なので、目線は見ている方向なので、こういうイメージになるかなと思います。どこ見ますか、遠く見ますか、近く見ますかっていう、この目がどこ向いてるかっていう、もっと具体的に言うと、こう見た時のピントが合ってる位置って言ったらいいですかね。なんですけども、こうやって見て、僕今カメラにピント合ってますけれども、カメラの周りの景色も、あ、なんとなくこういうものがあるなっていうのは、この景色、視界の中に入ってきてるなって思うんですよね。そうするとどこをこうやって見て滑る目線っていうよりも、こちら視界、どういう視界を持って滑るかな、動くかなっていうのを考えてみたら、もっともっとこう、こういう目線の使い方にならずに、もっと広い視野で見ることができるので、バランスが取りやすくなったりとか、滑りやすくなったりとか、スピードにも強くなったりしていくだろうなと思うんです。一個のものを集中してみてずっと動いていくと、周りが見えないのでやっぱりバランス取りづらかったりとか、スピード感がちょっと分かりづらいですよね。なんですけども、目線じゃなくて視界だよって言われると、あ、こういう視界っていうのが見える景色っていうふうにちょっと考えてみたんですけども、あ、こういう景色が見えるんだよねっていう感じであれば、大きくいろんなものが情報として自分に入ってきやすいので、バランス取りやすかったりとか、スピードも乗せやすい、まあ、要は滑りやすくなるだろうなって思うんです。そうすると、先ほどの目線は見ている方向なので、イラスト描くとこんな感じのイラストのイメージかなと思ったのが、今度視界だよって言われると見える景色になるので、少なからずこう上の方も下の方も見えてるっていう状態になるんじゃないかなと思うんですね。で、このイラストはあくまでも横から見た絵なので、こういう矢印かこういう景色かっていうふうに分けて描かせていただきました。じゃあこの目線っていうもののものと視界っていうものの違い、これが分かったよってなったら、この今度視界っていうものをこのカービングターンに生かしていきたいなっていうお話なんですね。カービングターンっていうのは、右に行ったり左に行ったり、左右にどんどん好きなように曲がっていくっていうふうに考えると、左右の景色っていうものが重要になってくるんじゃないかなと思うんです。景色がこうやって見える、左右に見えるってなると、ちゃんと行き先も見えるようになるなって思うんですね。なんですけれども、これ目線見ている方向だよ、だからこっち見ましょうねって言われると、例えば僕、体顔をこっち向けてても、あ、そっちのカメラ見るのねって言われたら、こうやってやると見えるんですよね。で、例えばこうやって見て、そっちが進行方向って言われて、じゃあ僕が今からギューンってそっちのカメラに向かってヒールサイドターンしますって、こういうふうに滑ってきた向きだとすると、体こうやって向いてるけれども、そっち滑っていきたいのはそっちです。そうすると、そっち見ましょうねって言われたら、はいってやって、これでもう見えたは完了するじゃないですか。目線は完了するじゃないですか。でもこれ、視界を、見える景色をそっちにしてねって言われたら、これだけだと足らないので、この辺まで顔を向けて、行き先が自分の視界の真ん中辺に来て、それ以外の両サイドも景色として見えるよっていう、これが目線、
こっちが景色っていう風に使い分けてあげる。これが目線。ヒールサイド、目線ちゃんと行く方に向けて、OK、向けてるよっていう、この使い方はなかなかギャーンってそっちに深く曲がっていきづらいだろうなって思う。だけども、景色って言われると、これ今度景色だから、顔ごと動かさないと景色って変わらないので、視界って変わらないので。そうすると、目だけじゃなくて顔も動かそうってなると、ちゃんと行き先がより見やすくなっていくので、深いカービングができたりとか、ずれちゃうなーってとか、ずれないでちゃんと行きたい方向に向かって、キレのカービングで滑っていける。っていう風にもなっていくんじゃないかなと思うんです。要は、目線を左右に動かしてターンするよりも、景色にすると顔ごと動かす感じになるので、もっともっと行きたい方向に向かって、左右っていうものを深く曲がるとか、ずれないように落とされないようにしっかり曲がるっていうことがやりやすくなるんじゃないかなと思うんです。ヒールサイドターン、そちら斜面下、こういうふうに向こうに滑るよりはこうやって滑ってあげた方がより行きやすくなりますよねっていう話なので、目線っていうものはあくまでも目が向いている方向、視界ってなると視界っていうのは見えてくる景色の話かなと思うので、じゃあ視界の真ん中に顔が向いてるっていう状態になるかなと。目だけ動かす、顔ごと動かすという違いが大きく出てくると思いますので、深いカービングターン、もしくはずれないようにしっかりとシャープに鋭く曲がるカービングターンをやっていくのであれば、この目だけ動かすんじゃなくって、顔もしっかりと動かしてやれるこの景色の使い方っていうものを意識してあげると、より自分が描きたいターンラインっていうものをシャドウとかに落とされないようにしっかりとカーブさせることができるんじゃないかなと思います。今回はこのカービングの中での視界っていうお話をさせていただきましたけれども、これが目線、目の向きだけじゃなくって顔もちゃんと意識してあげましょうねっていうお話につながっていきます。顔の向きをちゃんと行きたい方向に向ける、これがトーサイド側はいいじゃないですか、体向いてるから見やすいけれども、ヒールサイドが見えづらいので、ヒールサイド特に目だけじゃなくて顔も動かそうねっていうのが今回のまとめのお話でございます。ぜひともヒールサイドターン、ズレの少ないターン、シャープなターン、ギューンって鋭く深く速く回るターン目指して、目線の使い方から景色っていうものに意識を持っていて、顔ごと動かすように滑っていきましょう。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。